お見事しか出てこない。どこからともなく聞こえてきましたけれども、宇都宮市は本当にたくさんの競技開催されますけれども、そんな中でも今日はライフル射撃体験していきます。改めて今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まずは競技の説明を教えてください。はい、じゃあ今日やっていただける射撃の方なんですけども、はい、ビームの方を体験してもらいます。ビームには2種類ありまして、はい、ライフルとピストルがそれぞれあります。手前から奥の方を覗いてこういうふうに合わせる形ですね。合わせる、はい、うわ、むずい。外れましたちょっと見本見せてもらえませんか。これやつはもう明後日になりますよ。じゃあやってみます。お願いします。上ですよね、はい、丸がここに来るように乗っかってるみたいな感じに乗っかってる、乗っかってる状態。お隣っていうのは何の競技なんですか。向こうは10メートルのエアライフルっていう空気銃の方の競技になります。ビームライフルで、まあ、練習をしてある程度弾球という形である程度の点数を超えないとあっちのエアライフルには移行できない形の、まあ、ビームライフルよりも一つレベルが上がった競技になります。じゃあちょっと続いての競技なんですけれども、はい、すごいですね。ちっちゃすぎて的がよく見えないんですけど。そうですね、一応的がここに、はいはい、あります。この大きさの的を50メートルで撃ち抜いているっていう状態。まあ、弾自体が 5.5 ミリのものなので、はいはい、その中で本当に数ミリのものを撃ち抜くっていう状態ですね。今伏せ撃ちドローンの競技をやってる子ですね、うん、伏せ撃ち以外にもあるんですか。はい、伏せ撃ち以外にも失射という形で膝撃ち、それから立射ということで、立って打つような3種類の姿勢で打つことがあります。はいはい、まあ、60分ぐらい、はい、打つような形になります。60分、 1時間かけて60発。そうですね、はい、か1時間かけてこの競技やり続けるんですか。そうですね、その種目によっては、2時間とかっていう競技もあるので、はい、まだ、伏せ打ちの選手にとってはまだ時間が短い、競技の時間は短いかなっていうところであります。へー、いやー、はい、これは神経使いますね。そうですね、はい、10メートルと違って50メートルは距離があるので、うん、ちょっとした手のブレが向こうでは1センチずれちゃったりとか、結構するので、うん、本当に手元でしっかりと固定して打たないと着弾のところでちょっと変化しちゃうっていうのが本当に些細なブレが競技を左右するというか順位を左右するという、本当に繊細な競技でもあります。いや、お見事しか出てこない、はい、これはすごい、しびれますね。このライフル射撃っていうスポーツは若い年齢の方から高齢者の方まで老若男女問わずできるスポーツなので、そういったところが一番面白いスポーツだと思います。もちろん栃木国体は個人種目で優勝することが目標で、今後の展望としては10月に控える本国体に向けて1ヶ月ごとにいろいろテーマを考えながら着々と大会に向けて調整できればなと思っております。
お見事。海なし県の栃木県足利市からはビーチバレーをご紹介します。夢をかでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて競技の説明をお願いいたします。はい、ビーチバレーボールはこのコートで行うんですが、大きく6人制と違うのは、コートの縦の長さが16メートル、横が8メートルで、体育館より1メートル小さいぐらいの大きさです。で、6人制だと6人なんですが、ビーチバレーは2人で行います。2人でパスをして、トスをして、スパイク、サーブを打つって、バレーボールの全部の要素を2人でやっていくのが特徴的かなと思います。今日は早速もう体験させてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは基本のアンダーパス、結構今日風がこう吹いているので、はあ、あ、言われてみるとこういう風にビーチ選手は風を毎回確認して、どっちにボールを出すとかどれぐらい出すとかを考えながら常にやってますので、今日はちょっと風も見ていただきながら、はあ、風を感じてるんですね。普通にやってみていいですか。ぜひ一回やってみてください。じゃあ こんな感じ。あ、太陽が邪魔だな。うわちょっと待って、空が青い。あ、結構埋まりますね、足が。そうですね、砂なので足場が普段よりも踏み込みとか、しっかりしてやらないとバランス取るのが大変だと思います。試合だ。試合やりますか。もう試合だ。試合やろう。はい、試合をやろう。わかりました。はい、お願いします。え、やったー、オッケー、行ってました。流れた、風で戻ってくるんです。ラッキー、お願いします。ナイスナイス、はい、お願い。届かなかった。惜しい。はい、お願い、ゆっくり。うわー、上まで行った。ありがとうございます。うわー、ずるい。はい、ナイス。こっちちょっと痛い、ごめん。お願いします、はい、ナイス。上げてもらえば、うわ、2人しかいないの大変。わ、ひどい。ひどくない。いや、ナイスでしたよ。うまい。ナイスナイス、本当にやった。感動感動。ありがとうございました。ありがとうございました。このぐらいの位置で落下するかなっていうところに絶対に落ちない。そうなんです。それがすごく面白いですね。はい、常に考えながらプレーしてると思います。刻一刻と変化していく状況、考えて、しかも相手がやったらもう次絶対は私が取るんだっていうこの気持ち、なんだろう、信頼関係、はい、強めのスポーツなんですね。そうですね、もうペア2人しかいないので、あの控えの選手がビーチバレーはいないので、もう自分がやるのと、ペアでやっぱり協力して声かけ合ったりして、本当信頼してやるスポーツですね。いや、お見事。ビーチバレーはインドアと違って年齢関係なく楽しめるスポーツだと思っているので、本当にお年寄りの方もジャンプしないでも点が決まったりだとか、そういうなんか誰でもできるようなスポーツなので楽しいかなっていうふうに思います。全国に行くとやっぱインドアの方でも上位だった高校からも出てくると思うんで、そういう選手とかともやり合えるような選手になっていきたいと思っています。
大変です、はい、めっちゃ楽しい。栃木市でもたくさんの競技が開催されますが、その中でも今日はハンドボールご紹介します。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。改めてハンドボールのちょっと、まあ、ルールというか競技の説明をお願いします。はい、分かりました。ハンドボールはゴールキーパー含め7人で行う競技で、7対7ですね、行います。で、どこから打っても、誰が打っても、どんなにいいかっこいいシュート打っても1点です。はい、ただ注意してほしいのが、はい、ゴールからこの半円が6メーターライン、ゴールキーパーのエリアって言うんですけど、この白いとこですかね。そうです、はいはいはい、ここはもう守備するゴールキーパーしか入れないエリアです。なのでこの中に入ってシュート打ってもノーカンです。なんですが、空中はもう自由です。いや、ハンドボール、はい、走ってってジャンプしてシュート打ったら1点です。はい、はー、今のかっこよかったけど1点。1点です。で、ハンドボールの秘密兵器、松ヤニです。松ヤニってこんなんなんでしたっけ。そうなんです。で、これがベタベタしてて、で、もう手全体につけます、こんな感じ。こうめちゃめちゃくっつけていきます。はい、おー、うまい。あ、めっちゃ楽しい。この勢いでシュート打ってみません。じゃあいきますね。1、2。お、うまい。鎌倉選手上手。大変です。はい、めっちゃ楽しい。魅力が伝わっている。嬉しい。中学校の時に授業であった、はい、体育の授業であったハンドボールって、うんうん、もうちょっとなんかカサカサしてて、もう一切持てないんですよ。そうなんです。持てないから、もうこの辺で落っこっちゃうんですよ。うんうんうん、言い方悪いけど、あんまり面白かった記憶がなかったんですけど。分かります。こうやってちゃんと手にフィットして、自分の体の一部が向こうに行く感じ、うまい表現。そうなんですよ、分身です、私たちの分身っていうこの状態になったら急に楽しくなった。嬉しい。面白いですね。あー、惜しい。ダッシュ。めっちゃむずい、めっちゃむずい。どういうこと？真ん中、真ん中。エコさん後ろでやってあげて。守って、守って、どこ誰？いいよ、いいよ。もう一回。難しい、難しい。もう一回。ワーボー。なになに？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 どうすんの？いいよ、いいよ。ちょっと選手のかっこいいところ見せてもらいましょう。私は無理。どうぞ。展開がもう多いので、だからその、まあ、よりルールを知ってもらったりとか、あとはポジションの役割とか知ってもらえたら、よりこう魅力が伝わるのかなと思います。地元国体ってすごくこう気合が入るというか、思いはかける、みんなもそうだと思うんですけど、強いと思います。でなおかつ私、栃木でハンドボールを始めた身なので、やっぱり恩返ししたいっていう気持ちで今頑張って取り組んでおります。
面白いこれ。たくさんの競技を開催されるんですけれども、今日はもう見て分かりますよね。ラグビーにチャレンジします。では改めて、競技の説明をお願いします。はい、ラグビーは他の球技と違って丸いボールじゃなく楕円形のボールを使ってやるスポーツです。そうですよね。もうこの形が本当に特徴的で、あ、よろしいですか。はい、意外に軽いですね。そうですね。ただこのボールは大人が使う大きいボールじゃなくて小学生が使うちょっと小さめのボールになってます。へえ。いや、手触りとかもなんかドキドキしちゃいますけど、特徴的なこの形ですよね。でこのボールを使ってどんな風にプレーしていくんですか。ラグビーはボールを持って走るスポーツなんですけど、その味方にボールをパスするときに前に投げちゃいけないという大きい制約があるんです。じゃあどうやってゴールに向かっていくんですか。そう、横に並んでいくか、もしくは後ろについて走っていきながらパスを後ろの人に放るようなイメージで、ボールを走って相手の陣地にトライをする。そのために途中でボールをパスしたり、逆に相手の選手か相手のプレイヤーがボールを取りに来る、争奪がまずあるんですよね。この佐野っていう文字がそのまま相手に向かってくる。すごい、やば、面白い。これたったキャッチボールだけだけどめちゃくちゃ面白い。せっかくなのでこんなジャージを着てみてはどうでしょう。ちょっと待ってください。これ佐野丸がラグビーやってます。佐野丸のラグビーウェア。そうですね。やだ、かわいい。で後ろは、あ、2020今年の国体用のやつですね。そうです、はい、じゃじゃーん。ということで着させていただきましたよ。じゃあ早速この後練習してみます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます行きます。はい、押されてあげて。はい、おすごいじゃないですか。見ました？私抜けそうです。抜けそうです。抜けちゃいます。いい当たり。やった、ありがとうございます。OK。 はい、取られないように手を挙げて。おー、いいねー。あ、取られちゃった。もう一回取ろう、もう一回取ろう。はい、ターグって、ターグ。じゃあ行きましょう。実践早速やってみましょう。頑張るぞー。オッケー、行こう、取り行こう。あ、取れはい、タグ。ちょっと早い、早いよ、早い、めっちゃ。そうだ、取って取って取って。あー、結構いいだ。パス、パス。練習全然しないような人がちょっと外でできるもんじゃなかった。練習あるのみ。そうですね。ラグビーは球技の中でもチームの人数が15人と多い方のスポーツになるんです。多い人数の中でプレーをする。で、広いグラウンドを使ってやるので、それぞれが役割が明確になってくるので、体の大きい選手から体の小さい選手まで、それぞれが活躍のできる場が得られるというのが大きな特徴です。子どもたちにラグビーを教えるということを通じて、自分にとってのライフワークになるような存在かなと思って関わっています。仲間を作るかけがえのないものだと思います。
白い。今回は鹿沼市。鹿沼市もたくさんの競技が行われますが、その中でも栃木国体、栃木大会両方で開催される卓球を今日はご紹介します。はい、ではこの競技のご説明をお願いします。はい、STT の概要をお説明させていただきます。 STT とはサウンドテーブルテニスのことです。こちらのアイマスクを使用して競技をいたします。サイドとエンドにフレームがあります。一段ちょっと高くなってるんですね。はい、競技はネットの下をくぐってボールが行き来します。本当だ、ネットが 下白いの下にありますね。そうなんですね、下なんですね。佐藤さん、ちょっと落としてみていただけますか。はい、あ、もうちょっと落としましたけど、いきますよ。何か入ってますね。鉄球が4個入っております。こちらのラケットはどうなんですか。はい、ラケットは木製のものです。これはどうしてなんですか。打球音をとても重視しております。それなので張ってなくて、その打球音とボールの音を頼りに、ラリーが行われます。なるほど、はい、アイマスクの方よろしくお願いします。そうか、アイマスクをして真っ暗な中やるんですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。フライ行きます。はい、あの、私すごくないですか。すごいです。あれ、二平リターンミスポイント佐藤。え、ねえねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、これねえ、すごくない。ちょっと心が震えました。あ、それは良かったです。面白い、STT の魅力計り知れないですね。そうですね、今後 STT どんな風になんか広めていこうと思ってます。なかなかメジャーではないので、先ほどおっしゃられたように、これからはこう一般の人にもその STT の魅力を どこかで伝えられたらいいなと思っております。なるほど、いや今後も期待しています。本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今度はあの公式卓球、まあ、ラージもあるんですけれども、この台がまたあの先のサウンドテーブルとは違いまして、はい、今日はひろこさんとダブルスで楽しく卓球をして。私実はダブルスやったことないんですよ。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きますね。よいしょ、あ、ここでだ。はい、そして今度こっち、はい、次打ってくる。ラリーは一緒ですね。えっ、はい、そう、忙しいです。前衛後衛とか右とか左手はないので、一本交代。どこに行っても自分が取るボールは交代で行きます。え、もう仲間割れみたいにしたらもう大変ですね。そうです、だからもう二人仲良くやらないと。本当ですね、はい、ダブルス初めてやったんですけど、はい、なんでしょう、急にチームメイトのことが愛おしくて、はい、得点しても2人でそのポイントなんで、どっちがどうってことはないんです。コンビを組んだ以上はお互いにコミュニケーションを図って楽しくやるのがダブルスの競技ですね。なんか人生を考えさせられる競技だなと思いました。はい、卓球はあの2人いればできますし、まあ、台があってちょっとしたところでもラケットが置いてあってボールがあれば、まあ、ちょっとやってみようかっていう感じで、あの小さなお子さんでもお年寄りでも楽しんでいただければと思います。国体になると県の期待も大きいですし、あの天皇杯皇后杯ということをよく言われますので、ぜひもう全国ベスト4には入っていただきたいなっていう意気込みで今頑張ってます。
日光は冬季大会が行われた唯一の場所ですが、今回は正式競技でもあるホッケーをご紹介します。じゃあ改めてよろしくお願いします。早速競技の説明をお願いします。はい、スティックがあるんですけど、この丸みを帯びた方はバックスティックという、はい、で反則になってしまうので、こっち側は使えないので、こっち側の平らな面でしか使うことができないです。本当だ、ちょっと見えます。この丸みがあるのと平ら、本当だ。でボールも硬いくなってます。あ、いいですか。本当だ。石ぐらいちゃんと硬い。こんなに硬いボール使ってるんですね。野球の硬球ぐらい硬いです。この腕だけじゃやっぱダメなので、体全身で左足にしっかり重心を乗せて打つといいと思います。左足に重心を乗せて打つ。はい。もう結構いい音しましたよね。いい音しました。ちょっと普段の練習風景って見せていただけたりしますか。はい、お願いします。あ、すごい、あ、すごい。あ、パスした。ほいで、うわ、すごい。ちょ、いかい。ちょっと、ちょっとよろしいでしょうか。はい、やはりですね、国体に出る選手とちょっとやっぱりやるのは非常にレベルが高くて、今ホッケーの練習をしている子どもたちがいるって聞いているので、はい、ちょっとそっち、はい、行ってみましょうか一緒に。そうですね。じゃあちょっと一緒にジャンプしてもらっていいですか。はい、じゃあちょっとその学校にちょっと行ってみましょう。行きましょう。せーの。はい、到着しました。あれ、加藤選手、ここどこですか。日光市立今市中学校です。中学校だ。じゃあ中学生と一緒に今日は体験させていただける。はい、そうですね。早速行ってみましょう。皆さん本当に貴重な時間を割いて、私に付き合ってくださって本当にありがとうございました。ここからまた国体の選手がまたどんどん世界に羽ばたく選手が出ていってくれることを私も心から応援しています。私は音楽で皆さんを応援していきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。栃木国体が決まってからすごく自分も楽しみにしてた大会の一つであるので、そこをずっと目指してきたので、絶対に優勝したいという気持ちがとてもあります。見に来てくれる人も楽しませるようなプレーもしたいと思っているので、たくさんの人に応援に来てほしいなと思います。人生の一部であり、もうなくてはならない存在です。
今回は小山市。小山市はたくさんの競技開催されますけど、その中でも今日は障害者スポーツの車椅子バスケットボールを体験します。競技のご説明をお願いします。はい、基本的にコートですとかコートの大きさ、またはボールの大きさ、リングの高さっていうのは、大人の方がやってるバスケットボールと基本変わりはありません。大きく違うところっていうのは、バスケのルールであるトラベリング、トラベリングって3歩歩くとトラベリングなんですけども、車椅子バスケの場合は2こぎまで3こぎするとトラベリング、ダブルドリブルがないっていうのが2つ目のルールになります。ドリブルをついて持ってもう1回ドリブルをついてもそれは、OK ということになっています。2こぎしてもう1回ドリブルをついけばもう1回2回までこげるんです。なるほど。そうなんです。うわ、なんかパニックになりそうでは続いて車椅子の特徴を教えてください。車椅子の特徴、はい、大体病院とかにある普通の車椅子と違って、競技車、これ競技車って言うんですけど、通常バスケ車って呼ばれるものなんですけど、普通のみんなが想像している車椅子、あれはまあブレーキがついてあったりとか。はい、ブレーキついてますよね。でも両方に競技車なんでブレーキついてないんですよ。ちょっといいですか。はい、あ、本当だ、ブレーキないんだ、はい、正面から見てもらうと分かるとハの字になってるんですね。あ、確かにそうですね。これはまあ漕ぎやすさ、あと旋回性、早く回る、あとはまあハの字の特徴としてこの接触した時に腕が当たらないんですね。あ、本当だ。それによって怪我がないっていう、はいはい、おお、言ってぶつかっても大丈夫なように。こんなにぶつかるんですか。そういう時もあります。そのファールになってしまうんですけどまあでしょうね、はい、ファールにはなるでしょうけども、はい、激しいスポーツですね実際に。そうですね、実際に見てもらって、そうですね、やってもらって、見てもらってっていう感じ。いいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ早速行ってみましょう。おお、じゃあ行きます、はい、よいしょ、はい、はい、ほっ、あ、これ、これ、上に上がらない。あの、信じられないのピキってなりましたね、これ。いや、難しすぎて、てか私の腕力では上に上がらなすぎるので、ちょっとかっこいいところご覧いただきましょう、どうぞ。え、すごい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 、跳ねました。跳ねま、ピョンって跳ねました。おお、ナイス。スキルをやっぱなんかバスケットやってる人、ああいいなって多分なると思うんですよ。キャッキャッっていうのが、車椅子だとそのスキル音じゃなくて金属音、またブレーキ音、またその焦げ臭い匂いとか、ああいいなって多分なると思うんですよ。キャッキャッっていうのが。そういったところでもブレーキもないので、その扱いっていうのがまあ魅力の一個かなって思います。まあ、国体ショースポも前回前々大会とまあ延期になった中で、今回改めて栃木で開催されるということで、みんなモチベーションの方もぐんぐんと上がってきているところですので、本当に一つでも多く勝利を挙げて見ている皆さんに感動を与えられればなと思います。楽しい、とにかく楽しい。もうかと言ったらいちご、
モーカと言ったらイチゴ。今日はモーカ市、モーカ市と言ったらこの競技ですよね。早速中行ってみましょう。人数とかは通常のバレーボールって6人とかですよね。そうですね、はい、これは4人になります。4人で、はい、バドミントンのコートを利用してネットはあれこれバレーボールのコートじゃないのか。じゃないです、バドミントンのコート。あれバレーボールのコートってもっと大きい。もっと大きいですね、この赤線の。あっちまで使うんでしたっけ。そうです、はい、そうか。じゃあ基本的にこのコート自体もちょっと狭めで、そうです、だから4人なんだ、はい、そうです、はい、はあ。ネットが、まあ、低いので2メーターなんですけども、ボールが、こういったゴム製のボールで、はい、周囲が78センチで、はい、重さが210グラムなんです。軽い。軽いですし大きい。普通のバレーボールもう一回りちっちゃいですよね。そうですね、ちょっと大きいのか、はい、これは大きいです。そしてゴム製なので柔らかくて、こんなにふにゃふにゃでもしっかりと張ってるので、はい、そこまでべちゃべちゃっていう感じじゃないけど、はい、弾力はある、はい、気持ちいい感じの、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、っていうのがもう基準の。そうです、ボールで、はい、これで試合します、はい、他に何 なんか特別なルールみたいなのあったりするんですか。特別なルールはほとんどないですね。6人制のルールと、まあ、9人制っていうバレーボールがあるんですけども、それの、まあ、いいところを取って、やりやすいようになっています。なるほど、はい、じゃあもう早速見せてもらってもいいですか。あ、はい、こうあります。あ、なるほど、始まった。お、始まった。おお、あ、なるほど、スカーした。おお、おお、続いている。ラリーが続くのもまた面白さの一つですかね、うん、私にもできるものですか、はい、できます混ぜてもらおう。行ってみます。サーブ、やっぱ、うわ、あ、惜しい、来い、はい、ナイス、はい痛くない、痛くない、痛くないです。あ、ナイス。皆さん全然息上がってないですね。なんで一人こんな、なんでなんで、おー、はい、あ、惜しい、お、ナイス。あ、あ、なんか、知りません。でも無理なくね、体に無理なくできるっていうのはソフトバレーボールの魅力かもしれない。ボールが柔らかいので、まあ、突き指とかっていう心配がないのが一つと、テレビで見るようなあの全日本の選手がアタックを打つような、まあ、鋭いアタックを打てるっていうのが面白みの一つです。と今回は国体のデモンストレーションスポーツっていう形で真岡市の体育館を使用させていただいてますけども、真岡市で今度大会が開かれてくれたらいいなと思います。
大田原市からスポーツチャンバラご紹介します。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。この競技の、まあ、ルールというか競技の説明をお願いします。はい、はい、スポーツチャンバラは専用のこのエアーソフト拳というものを使って対戦する競技スポーツなんですけれども、中にこれ風船が入ってるんです。あ、本当だ、柔らかいふにゃふにゃだ。はい、痛くないですよね。ちょっと気持ちいいぐらいそうですよね。なので、あとはルール的なことを言いますと、本当に相手の体どこでもですね、先に当てたら勝ちです。逆に当たったら負け。じゃあちょっと早速体験してみます。はい、お願いします。はい、当たったら負けてしまうスポーツなので、まず構えていただいて、はい、あの相手がこう打ってきますから、はい、打ってくるのを避ける、足を引いて避けて、前に出て面打つ。そうです、そうです、その感じです。避けて、いいですね。すごい、あのいい感じです。とっても素質あるかも。本当ですか。はい、なんかいい、ずっと申し訳ない気持ちが。そんなことないです。あのスポーツですから。スポーツですから。いいですか。いいですよ。しっかり打っていただいて。そっか。今度できたらちょっと普段やってることをちょっと対戦してみませんか。あ、もういいんですか。いいです、もう本当にすぐできますので。ぜひやってみてください。わかりました。はい、じゃあちょっと対戦早速やってみましょう。お願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ではちょっとあの早速対戦の方あのやっていただきたいんですけれども、まずちょっと練習で一度やってみましょうか。あ、そうですね、練習で、はい、じゃあお互いに礼をして、お互いにしま、はい、お願いします。はい、じゃあ構えて、はい、じゃあ始め。はい、動きが完璧です。足あり。痛いです、はい、痛かったですか。痛いです。おかしい、おかしい、心が、そのあ、心あのな、心が痛い。あ、そうです、ちょっと悔しかった。悔しい、悔しい、ちょっと惜しい。惜しい、こっちが惜しい。しっかり打って、しっかり、しっかり、よし、はい、今今当たってた、はい、足当たってます。はい、足あり、勝負あり、やめ。はい、礼をして、ありがとうございました。ありがとうございました。 どうでした、お姉さんと戦ってみて。あ、最初の初めてやった方と比べるとすごく上手で、はい、しっかり打ててるので、すごい褒められてます。先生、また今後とも教えてください。よろしくお願いします。お願いします。いや、頼もしい。当たらないと悔しい、当たると悔しい。でもこの爽快感、なんだろう、何者にも代え難い気持ちよさみたいなのがありますね。実際に見ていただくと分かるんですけれども、あの当てるとすごくとってもいい音がするんですね。なので本当にスカッとすがすがしい気持ちになりますし、今度当てた時に、まあ、悔しいっていつも感じたことのないような感じ方をできるスポーツなので、本当に日常と違ったあの感じが得られるスポーツだと思いますので、とてもあの楽しいと思います。今年の4月に栃木県スポーツチャンバラ協会の方が県のスポーツ協会の方にも加盟させていただくことができました。もう実はもう本当に何十年も前から あの希望であったことが今年達成できたということで、あの今回あの国体に参加させていただくことによって、たくさんの方にあの見ていただいて、でこんな楽しいあのスポーツなんだよということをどんどん広めていきたいなっていうふうに思っています。嬉しい。
やいたし、デモンストレーション競技のオリエンテーリングご紹介します。じゃあ早速ルール説明の方からお願いします。各丸の中に、はい、あのポイントを設定してありまして、はい、でここが、まあ、グランドみたいになってますけど、今私たちどこにいますか。広場で今ちょうどこの辺にいますね。なるほど、ここは三角になっているけど何ですかね、はいはい、これがあの地図オリエンテリングを始める時のスタートの位置なんですね、うん、フィニッシュ二重丸になりますけども、はい、そこまでの時間を競うという競技ですね。なるほど、ということはこのスタートの地点から数字で1番2番、はい、3番とこう丸の場所に向かって順番に進んでいって、はい、最後、24 22番を終えた次のここの二重丸がゴール、はい、ということなんですね、はい、なるほど、いろいろ細かなルールがありそうですけど、はい、ちょっと早速歩きながらご説明していただこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。それにしても綺麗ですね。これツツジですか。ツツジですね。ツツジだ、うん、いいですね、こう季節のお花も感じながらね、はい、楽しめるのすごい、他に何かこうオリエンテーリングの魅力みたいなのあったりしますか。あ、そうですね、自分で通るとか選べるから、うんうん、こういう林なんか、まあ、ツツジですけども、はい、これ林が早いと思ったらそこを抜けていって思ったところに出れば、あ、やったっていう気持ちになりますよね。そっか、じゃあ今我々選んでね道、はい、道路のところを来てるけれど、はい、早く最短で行こうとするならこの藪を抜けていけばいいのか。そうですね、これまあ通れますよね、うんうん、じゃあ通れる藪ならば抜けていっちゃった方が早いから。おそらく私がこの地図見た感じだと間もなくって感じなんですよ、はい、もう一個下ぐらい、うん、この辺かな。で目標にしてるのこの黒い丸に真ん中に小さい点がある、これが記念碑なんですね、はいはい、で記念碑のちょうどあそこ前正面に見えてますね、はい、あれが記念碑だ。記念碑なんですね、はいはい、記念碑の南側、はい、あったが立ってた、これがポイントですね、はい、見つけましたよ、嬉しい。あ、本当だ、地図通りになってる、はい、いや本当に面白いですね。めちゃくちゃ頭使う競技なんですね、はい、だってずっとずっとなんか理科の実験してるみたいです。なんだか分かんないけど、はい、面白いです、はい、へー、そうですね、いやこうやって頭を使ってその土地というか自然と会話をしながら行ってるような感じでした。いやー楽しかった、本当に今日はありがとうございました。ちょっと頭を使いながら今日スポーツをするというので、私自身がもうスポーツほとんどできなかったのがオリエンテリングを始めてやっと人並みの成績が出せるというので魅力にハマってもう50年近くやってます。栃木県の中に競技人口が少ないっていうことが少し一つ悩みなんですけど、これをいかにあの小中学生も興味を持てるようなそういったことが復旧できればいいかなとは思っています。
然に囲まれた那須塩原市。こちらからは馬術をご紹介します。はい、よろしくお願いします。改めて競技の説明の方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。この馬術競技はですね、大きく分けまして、馬のダンス、綺麗な規定の決まった、動きをするかと、お馬さんが人間の指示通り規定通りの動きをするかっていう馬のダンスと言われる馬場馬術採点競技と、障害馬術といって設置された障害物をどれだけ一つも落とさずに、そしてどれだけ早く、タイム勝負なんですね、早く帰れるかで競う、そういう競技があります。みんな当たり前のように飛んでますけれども、でも結構信頼関係がないと本当に怖いんですよ。それは信頼関係っていうのは お馬さんと人間のです。乗ってるのはね、私 の妻で2018年には全日本チャンピオンになってます、平田志乃と言って、で2019年にワールドカップファイナルにアジア人の女性として初めてファイナルラウンド決勝に進んだ、世界24位になった、はい、女性ですので。すごい。さあ、乗りましょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速体験してみたいと思います。じゃあ失礼しますね。 1,2 の3で右足を向こうに行きます。わかりました。じゃあ行きますよ。 1,2 の3、よっこいしょ。高い。初めて乗られる方だと、もうまたがっただけで目線が高くなるので、うん、それだけで、あ、怖いって思っちゃう方の方がやっぱ多いですね。確かに。そしたら動きますね。はい。おおおおおお、どういう動きになってるんですか。これなんか愛情もいっぱい感じて、優しさとか温かさとかぬくもりとか気持ちいい。サービスショット、あれ止まった。サービスショット、カメラ大好き。行ってみよう。ありがとうございます。レッツゴー。いやー、でも森の中をこうやって歩けるだなんてとっても贅沢ですね。これ乗ってるだけでもすごく気持ちがいいんですよね。気持ちいい。このままスルスルスルシュルシュル、ジャンプ OK です。降りれた。すごい。先輩ありがとうね。すごい楽しかったよ。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。競技自体がその唯一馬と動物と一緒にできる競技なので、その私たちもいろんな馬によっていろんな乗り方も全部違ってくるので、自分一人ではできないことも馬と一緒だからできるので、人馬一体じゃないですけど一緒になって力が発揮できるっていうところがすごい面白いと思うので、たくさんの人に見てもらいたいです。馬術から人生を教わったんで、僕にとっては馬術っていうのは人生そのものです。本当ホームタウンで開催される国体で、そして本当に青年男子で僕が、そして青年女子で妻の篠が、そして少年で息子の大和がですね、本当全員3人で出れるチャンスっていうのは本当にないんで、そして今本当にね、全員が全日本チャンピオンさせていただいて、本当に家族3人で優勝を狙える、本当にこれが優勝3人でしたら多分史上初めてのことだと思うので、そういう時に本当に素晴らしいお馬さんとこういうチャンスをいただいて、すごく本当にありがたいことだと感謝しておりますので、本当に全員で、家族全員で優勝してですね、本当に地元の皆様に応援していただいた皆様に本当に感謝で恩返しできるようにやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。さくら市からはインディアカご紹介します。
速競技の説明をよろしくお願いします。はい、この羽こう黒いところを持って腰より下からこう手のひらで打って相手のコートに入れるっていうのが基本です。で必ず肘から先は手のひらで打ち返す。体に当たるとダメ、頭に当たってもダメ。バレーに似たスポーツかなと思います。ただコートはバドミントンのコートですから狭いですね。でコートの中には4人入って4人がプレーをするということで、あの並び方は基本的に前が3人後ろが1人。ネットにかかった時はもう一度打つことができる。ですから最高よネットにかかった時は4回で返さなきゃならないというルールです。ちょっと試しに私あの体験させてもらいたいんですけど。ぜひやってください。お願いします。はい、そうですね。えい、はい、あえっ、まあ、ちょっと待ってください。おや難しいぞ。おやテニスとか、まあ、野球でもいいんですけど、そう何かの器具を使ってこういう打点を見慣れてるから、そう自分の体でそう、うん、使っていくっていうのはなかなかね、まあ、バレーとかのはあるけどこれはないですもんね。これそう新感覚めちゃくちゃ新感覚だな。これ試合になりますね。いや慣れる慣れるあそう慣れる。あの気にしないで自分で例えばミスしても仲間拾いてくれる拾ってくれる。はい痛い痛い痛いうま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 いワンチーム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 嬉しい嬉しい。なんかもう試合できちゃいそうな気がしてきた。大丈夫ね大丈夫。もう試合だ試合試合あるのみ。さあ OK はい。おお振り切り。はい。うまいうまい。はい。ホレイ。おお。いや本当に面白かった楽しかったです。めちゃくちゃなんて言ったって、うん、この打点が平らなところを自分の手で当てなきゃいけないんだけど、うん、こうだったり、うん、こうなってしまうと、うん、思ったところに行かないとかっていう、うん、このむずがゆさと、うん、そうそう、あとやっぱ痛くない。痛くないでしょ。当たってうーんなんて言うけどでも痛くない。だから安全に安心してやれるスポーツ。確かにこれは障害スポーツかもしれません。だから気軽に手軽にっていうのがその話ですね。いやー本当楽しかった。今日はどうもありがとうございます。これになってもできるんだから大丈夫。本当スポーツこれからも長く一緒にやってください。やらせてください。インディアカ最高最高。ありがとうございます。人数が少なくてそれから家族とか職場とか本当にあの気軽に手軽にまあできるスポーツがインディアカだと思います。障害スポーツの一つとしてずっと、まあ、あの続けられる限り続けていきたいなというふうな目標を持って今までやってきました、まあ、これからもやるつもりでございます、はい。佐倉市はすごくあのインディアカ活発な市で、まあ、教室もやってるし交流を持ちながら続けていきたいなと復帰をしたいなというふうに思っています。爽快感今回烏山市で競技体験するのは国体ショースポのアーチェリー。
今日改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。アーチェリーなんですが、ルールにのっとって、自分なりのですね、セッティングした弓矢を使って 70m 先の弓を、的を狙って競う競技になります。真ん中の黄色いところは CD の大きさぐらいになります。CD って12センチぐらいでしたっけ？12、3センチぐらい？そうですね、12.2センチになります。そんなにちっちゃい的なんですね。このサイトといいまして、これで的を狙って佐藤さんには楽しく打っていただきたいと思います。これが何になるんですか？佐藤さんが引いた時に、はい、これを通して的の黄色に合わせて矢を放つ感じです。じゃあもう早速ちょっと、はい、体験していきたいんですけど、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、70メートル先なんて、ちょっと難しいので、無理ですよね、今日は5メートルで、で、ちょっと的、実際の70メートルより小さい的になるんですけども、はい、ちょっと楽しく打ってみましょう。では、いいですか？はい、大丈夫です。せーの、引いてみます。よいしょ。はい、じゃあ黄色に合わせて、じゃあ 1,2,3 でいきましょう。1,2,3。お、上手。上手です。なので離さないよ。戻すよ。パイン。1,2,3。お、ちょっとずつ近づいている。練習会場入って、やっぱスポーツとかって、おいせなんとかとかって大きい声出すイメージあるじゃないですか。そうではなく、なんですか、静寂の中。国体って2つの、フェーズに分かれてて、はい、1つが今彼らがやってるように並んで静かに緊張感ある中で打つ予選ラウンド、2日目以降はトーナメント、1対1のトーナメントなんですね、各県ごとに。その時はもう1社1社本当に、勝ち負けリードですね、リードが変わってくるっていう、すごくスリリングな、競技内容になる。その時は結構盛り上がります。よいしょってもう声出していいので。はい、2,3。やりました。10点満点。かっこいい。味わったことのない爽快感。気持ちいいですね。あ、気持ちいいです本当に。ね、パッと離して黄色に矢が吸い込まれていくと、距離が長くなればなるほどもっと気持ちよくなっていくので。ここ那須烏山市ではアーチェリーが正式競技と、あとショースポの方でも開催されるかなと思うんですが、はいはい、大きくルールが違う点とかってあったりするんですか？そうですね、実は今佐藤さんも体験してくださった弓がこれリカーブっていうんですけれども、はい、リカーブではなく、ここに滑車がついてるちょっと不思議なコンパウンド棒っていうのがあってですね、少ない力で的を狙えるっていう弓がありまして、そういったものを使ったりとか、あとは距離が 50m と 30m に障害者のスポーツがなるんですけれども、障害者の方と健常者の方で本当にハンデなくできる競技でもあるので、はい、ぜひ障害者の方にも興味を持っていただきたいですね、はい、そうですね、たくさんの方にこの競技に触れてほしいですよね。そうですね、大きい的を狙うので真ん中に当たった時の爽快感がすごい気持ちいいスポーツになってます。栃木県の開催なので、やっぱ入賞は絶対したいなというふうに思ってます。で、青年女子はやっぱりそのママさん3人でやってて、やっぱ仕事と育児と両立しながらやってるので、その短い期間の中でもその質の高いトレーニングを今積んでるので、そのしっかり結果が残せるように頑張りたいと思います。面白い、キンボールスポーツ。このボールなんだかわかりますか？今回は下野市からデモンストレーションスポーツのキンボールスポーツご紹介します。
では今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは競技のご説明をお願いします。はいはい、キンボールは球技にしては珍しいんですけど、いっぺんに3チームが戦うそんなゲームなんですね。はい、3色に分かれてまして、はい、ピンク、ブラック、グレーとこの3色のチームが戦うと。で自分のチームの以外の色をコールして、打つんですけど、言われたチームはそれを拾う。はい、この繰り返しなので非常に単純ではあるんですね。はい、1チーム何人なんですか？4人なんです。4人で、はい、3チーム3チーム、はい、結構いい人数が。そうですね、1つのエリアに12人が入ってます。このボールをどうやって使うのかが全然計り知れないんですけれども、はい、3人がセットして1人が打つと、そんなイメージで持っていただければいいと思います。なるほど、はい、ちょっともうすでにやらないと、見てみないと全然想像つかないかもしれない、ね。はい、やればやるほど面白くなってくる、そんなスポーツになります。オムニキンピンクって言ったら自分たち来るなと思って、でその時に自分のところに来た時に楽に取れればいいですけど、難しい時走っていかなきゃ取れない時、いやちょっと複雑なルールですけども、早速ね体験していきますよ。私かな、じゃあ私、はい、ピンク、ピンク、はい、よしあ、また真ん中来た、また、やっぱりみんな真ん中来るんだ。あ、ごめんなさい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 、ごめんね、あと危ねえ、三脚危ない、どんまいどんまい、難しいけどちょっと面白くなってきましたね、ルールが分かると。ピンク、ピンク、よし、よし、やったー、イエーイ、よっしゃー、よっしゃー、ボールを追いかけていくのが結構童心に返った感じで面白い。うわ、ものすごい全身使いますね。そうですね、全身を使うというスポーツ、オムニキンというのは全身を使うといった意味が入ってます。あ、そう、はい、オムニの筋肉です、ね、全部ですね、もう指先からずっと、はい、さっきは年齢が全てって言いましたけど、体も全てを使うという、体もこんなに酷使して、でもこんで、ね、はい、子供から本当に大人まで、はい、そうできます、均等に、だって今別にハンディとかなかったですね、はい、ないですね、はい、その中でこの接戦が行われたって、はい、そういうことですね、なかなか面白いですね、はいはい、いやちょっと計り知れないですよ、勉強になりました。深いですからね、ルールいっぱいありますからね、面白いルールでね、面白い、キンボールスポーツ、キンボールスポーツの魅力は、まず年齢が幅広いということ一つですね、要するに幼稚園児ぐらいから、まあ、お年寄りまで全てができる、はい、そういったスポーツであるということ、それといろんな形で楽しめると、はい、そんなスポーツだと思ってます。キンボールスポーツはもともと関西の方から盛り上がってきているんですけど、私が思うのには今一番盛り上がっているのは東京かなというふうに思っています。で栃木県は東京に近いので、できればそことも交流を深めて、大会に参加して、で栃木県のキンボールスポーツ人口が増えることを願ってます。そして、大会がたくさんできればいいなというふうに思っています。全然見えない、すごい速さこっちのポイントです今日は上の川、こちら上の川町体育センターで何やら国体の競技の練習が行われているということなので、早速中へ行ってみましょう。
レッツゴー。それでは早速、はい、競技の説明に行きたいんですが、はい、やっぱり初めて見るものが多すぎるので、ちょっと道具、使う道具の説明からお願いします。はいはい、まずつけてるこの、まあ、ヘルメットみたいなもの、これがフェンシングでいうとマスクというもので、まあ、あの簡単に言うと顔を守るもの。こちらが、まあ、あの特殊な素材でできてて剣をこう貫通しないものになっています。分厚い。え、なんか多分私が持ってるどの冬服より分厚いかもしれない。そうですね、はい、硬い素材ですね。はい、ここを突かれると相手に剣が入る。逆に言うと相手のこの銀色の部分を突くと自分の得点になるっていう有効面と呼ばれる場所になります。でよく見ていただくと剣の先っぽがこうボタンになってるんですよ。相手の有効面を突くと色のランプが光ります。入線剣をこう持っている方がランプを突くとそちらの点数になる。今のも両方点あランプ光ったんですけど、はい、こちらの方が先に攻撃を仕掛けているので仕掛けている側の点数になる。攻撃が先仕掛けたか仕掛けてないかは何で分かったんですか？は、まあ、ここがちょっと難しいところなんですけど、こう足の動きだとか剣のこう運び方、今こちらが攻めているのでこちらが優先権。あ、なるほど。あ、だから真ん中のラインから。そうです、前後に動くは、あの優先権の取り合いですね。あの点を取るために。実際私も体験してみたいんですが、はい、できるものですか？そうですね、できます。じゃあちょっと早速やらせてもらいましょう。いや、すごい、もう重たくてなんかもうこの剣も結構しっかりとしてる感じなんですけど。そうですね、はい、最初は重さを感じるかもしれないです。じゃあすいません、はい、この視界の悪い中どうぞよろしくお願いします。はい、プレアレって合図を出すので、アレと呼ばれたら動き始めてください。わかりました。はい、アレでスタートします。アレでスタートです。はい、はい、プレアレ。怖い。全然届かない。もっともっと行っちゃってください。前に前に、もうちょっと。全然届かない。あ、痛かった、痛かった、ごめんね。痛くないの？逆だ。今私は、はい、来ましたのでこっちのポイントです。ちょっと次は私のことも攻撃してもらっていいですか？なんで？なんで今の何これ？そうですね、今のは相手の剣を避けるモーションになりますね。全然見えない。すごい速さ。もう一回いきますよ。はい、あれ。ちょっと苦しい。無理だと思う。栃木国体っていうのはやっぱり地元開催なんで、栃木の今まで教えてもらった方々、先生方に恩返ししたいっていう気持ちが強いので、他の国体よりもさらにこう思い入れが、意気込みが強い大会になっております。まあ、やってる本人たちの楽しさっていうのはやっぱり、あの相手との駆け引きがすごい重要な、あのフェンシングはそういう競技になってまして、で見てる人からしたらやはり、あの速い動きとあとは剣のこう攻防を楽しんでいただけたらなと思います。いや、ほんと楽しい。今回は益子町。益子町からは軟式野球をご紹介します。夢
改めて競技の説明に移りたいんですが、結構日本人は野球のルール知ってる人が多いかなと思うので、ちょっと大きなこう硬式野球と軟式野球の違いみたいなところを話し聞きたいんですけど、まず大きな違いどこがありますか？まず大きな違いはボールです。あ、私今ちょうど持ってて、はい、ボール何が違うんだろう？ボールは軟式野球は白いちょっと軽めのゴムでやっています。で、硬式は縫い目のとこが赤い糸で縫われているちょっと固めのボールでやっています。結構ちょっと弾むボールですよね。弾みます。ちょっと落とします。せーの。お、よく馴染む感じのボールです。他には何か別なんかこう特徴ありますか？他に違うのは僕が今持っているこのようなバットです。バット何が違うんだろう？軟式野球ではこういう柔らかめのバットが使えるようになっています。あ、本当だ。え、何でできてるんだろう？これはゴムです。ゴムでできてるんだ。で、あとは他には何か違い、大きな違いありますか？他には特にないです。じゃあ基本的にはこう使う器具はもう本当バットとボールの種類がちょっと違うよっていうところでルールは一緒で、はい、あとはやっぱり楽しむのみ。楽しむのみです。そうですよね。じゃあちょっと早速一緒に練習させてもらおうと思います。じゃあ早速競技体験をしていきたいんですけども、はい、これは今先生が何をしてるの？先生はみんなにノックを打っています。じゃあ私もこれ参加したいな。どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ私も参加してきます。行ってきます。行ってきます。あ、ナイスロー。あ、上手。あ、惜しい。ショート。はい。あ、ナイスゴー。わ、お願いします。わ、早い早い。ナイスキャッチ。ナイスボール。あ、どうですか私のさばきは？すごい上手いと思います。やっぱり野球は距離があるから大変だよね。大変です。遠いもん。なんか、はい、わかりました。ここにベースに入って。遠い。ナイスよ。はいはい。はい、はい、はい、ごめん。ナイス。ありがとうございます。いや、ほんと楽しい。学生のこのパワーは計り知れないですね。ありがとうございました。なんか青春時代思い出しますね。ソフトボールとは違ったこのボールの感じと男のこの魂みたいなのを感じました。軟式野球の魅力はチーム一丸となって一つの勝利という目標に対してみんなで練習などを頑張れることです。自分を犠牲にしてでも他の人を助けるということができる唯一のスポーツだと思っています。今後の目標はチームのみんなで協力して県大会出場を目指すことです。茂木町で開催されるデモンストレーション競技のトランポリンをこちらの体育館で体験してきます。
では改めて競技の説明をお願いします。はい、見えますか。お、何ですかこれ。トランポリン競技はこういう採点規則がありましてですね、まずは美しいこと、演技がとっても美しいこと、どれぐらい難しいのか、そしてどれぐらい高く飛べるのか、ジャンプをするところあっち行ったこっち行ったにならないようにできるだけ真ん中で飛べるようにという大きな4つの採点項目があります。じゃあ実際ちょっと見てみたいんですけれども、はい、こちら、あ、よろしいですか。もうそこです。あ、もう始めてくれた。わあ、すごい。すごいジャンプ力ですね。わ、広がりましたよ。え、あ、大丈夫だった。これ、はい、ありがとうございます。拍手ですよ、今拍手ですよそうですね、ありがとうございます。なんかいろんな形を組み出しておりましたけど、前方向、後ろ方向、背中あったりお腹あったり、はいはい、もうあの非日常的な運動ですので、体験していただいてですね、笑顔になっていただき、今以上の笑顔になっていただければ、今以上の笑顔が出るか、じゃあちょっと楽しみにしててください。行ってきます。よろしくお願いします。じゃあ肩幅で飛んでみてください。そうです。はい、膝をポンと叩きます。膝をポンと、はい、よいしょっと持ち上げて、あ、上手です。こんな感じですか。 OK です。すいません。じゃあ次パージャンプ、足を開きます。え、ちょっと待って。あ、お上手。バッチリです。ちょっとババアの膝裏がすごく伸びなかったっていう足をまっすぐ前に上げます。まずこれ届かない人がそれいけますかね。ちょっと柔軟性が必要ですよねそうですよね。あ、上手です。やった。すごい足も上がってます。本当ですか。はい、綺麗です。楽しい。もっと教えてください。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次は横回転、一回転せーの、ほいしょ。お、上手。ほいしょ、ありがとうございます。上手です。前を見たまま足を少し前に出します。もし立てそうだったら1回で立ってみましょうか。足を前、あ、もうちょっと、もうちょっとちょっと待って私今どこ向いてますかちょっと今ぐるんぐるんになっちゃいましたけど、行くぞ。よいしょよいしょ。おお、素晴らしい。できました。嬉しい。お尻落ち、はい、おー、グー、パー、チョキ、一回ひねり、止まる。ちょっと難しいかなじゃあいきます。お尻立てなかった。もう一回、もう一回、立つ、グー、立つ、パー、一回転、止まる素晴らしいめっちゃ楽しい。やりにおいでよ。めっちゃ楽しい。ありがとうございました。ありがとうございました。普段と違うジャンプができるという、競技としては当然のごとく前に回転をしたり後ろに回転を何回できるかとか、そういうふうなことになりますので、またちょっと違いますけれども、とにかくやっぱり楽しいというのが一番の魅力だと思っていますが、茂木町では10月9日に国体が開催されるということで、国体の普及について今取り組んでいるところでございます。国体終了後も、町のスポーツとしてトランポリンを普及させたいと考えておりまして、年中から中学生まで参加できるようなトランポリン教室を考えておりますので、ぜひ皆さん参加していただきたいと考えております。フライングディスクご紹介します。
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。フライングディスクの競技のご説明をお願いします。はい、よろしくお願いします。今回国体で、やります競技はフライングディスクの中の、一つの競技であります、ディスクゴルフという競技になります。ディスクゴルフにはこちらの方にありますようにフライングディスクを使います。はい、ボールゴルフもドライバー、アイアン、パター大きく3種類あるかと思いますが、ディスクゴルフの場合もちょうどドライバー、これが、まあ、すいませんね、はい、アイアンで、これがパターというような感じになります。重いですね。結構重量がありますね。なんか子供の頃遊んだこういう道具よりずっとずっしりしてて、しっかりしてるイメージがある。スタートのティーがですね、ティーがあってゴールまでこれを投げていく、投げていって最後にちょうどこちらに見えてますけれども、はい、これが最後のボールゴルフというところのカップですね。ちょっと外側に出てますけど、はこれが、カゴと我々は呼んでます。カゴ、はい、でこれに最終的にディスクをこう投げるとですね、こういう当たってここに落ちます。はあ、でこれで、まあ、カップインということですね。あ、非常にいいです。今のすごい綺麗でした。綺麗でした、はい、すごい綺麗です。ふわっと、はい、なんだろう、この入った時の気持ちいい、いいですよね、爽快感は何でしょう。はい、一緒に回ってもらおうと思います。まず初めて3ヶ月でしたっけ、はい、高野さん、高野です、よろしくお願いします、はい、お願いします。先日行われた、日本選手権でチャンピオンになりました。マスターレディース部門のチャンピオン、日本一ですね。40歳以上、はい、はい、金広さんです。金広さん、はい、よろしくお願いします。回ってもらいましょう、はい、目指すはあの黄色い、黄色の、はい、綺麗な黄色のところですね、はい、じゃあ行ってみますね、はい、大谷翔平って言ってました。じゃ行きます。あれあれあれ、うまいですね。本当、はい、飛んだ。ちょっと何も言わないから、いやいや、あ、微妙だったのかと思った。ちょっと想定を超えましたね。やったー、うまいです。ああいう感じで助走して、あ、すっごい、あれ、うまいですね。うまい。あ、どうぞ。こういう感じで決して飛ばさないけど、ぴったり寄せるという、はい、え、これコントロールしながら。そうなんですよ。だから飛ばすだけではないので、コントロールして置きたいところに置いてったらいい。はい、ナイスインって言います。はい、ナイスインです。カップ、はい、ナイスインです。ナイスナイス。じゃあ同じようにマークをしていただいて、この感じで私も入れたい。はい、いきます。どうぞ。入った、入った。ドキドキした、ナイスです。ドキドキした、入った、気持ちいい。まず間口がすごく広いっていうことですね。誰でもできるっていう競技だと思います。年齢っててもやりやすいっていうのはありますので、早く、もっと早く知ってればよかったなって思うぐらいです。国体で、まあ、上位に入ること、そして今後はやっぱりいろんな全国の大会、そしてうまくいったら、あの、韓国とかアメリカとかの世界の大会に行けるようになりたいと思ってます。頑張れ、うん、できたよね、できたよね、やったー。芳賀町で開催される国体競技の練習がこちらのジムで行われているということなので、早速中に行ってみましょう。
今日よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。パワーリフティングというのはウェイトトレーニング、いわゆる筋トレですね。ビッグスリーと呼ばれているスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、これらは非常に基本的で、しかも高重量を扱える種目なんですけれども、この3種目について1回でいいからどれだけ重いものが上がるかというのを競うものです。で、その合計重量の多い人が勝ちと。これがシャフト、これがプレート。プレートは公式に使われるものは25キロ、20キロ、15キロ、10キロ、5キロ、 2.5キロ、 1.25 プラスシャフトが20キロですシャフト自体が20キロですか。はい、じゃあちょっと早速体験していきたいんですけど、はい、沈み込んで、沈み込んで、肩に当てて、肩に当てる、せーの、もう一回いきますよ、はい、んせーのいや全然上がらない。かわいい木だ。ちょっと触ってみますけど余裕です。お上がった。バランスを取り続けなきゃいけないっていう難しい。これまだ1個目ですよね。これ1個目です続いてこちらはデッドリフトと言います。デッドリフト、はい、強いですね。死ぬほど重い重量を上げるとこの状態で、はい、すごい、こんなスーツで余裕で上げた。ちょっと行ってみますか、はい、応援をよろしくお願いしますよ。いけ、はい、頑張れ。おお、はい、上がった、はい、あよく頑張りました。国体に向けてですね、練習している選手が2人いらっしゃいますので、資料をぜひ見ていただきたいと。66キロ級の、橋本選手、120キロです。しっかり構えるために、はい、やってます。それでベンチの場合にはブリッジをですね、しっかりしておく必要があります。すごいすごいすごい、はい、すごい。階級105キロ級の樋口選手です。見るからに持ち上げちゃいそうな感じ出てますよ。今これが160キロぐらいなんで160の束よ。いやもう迫力がもう違うからな。すごい。このバーというかがしなるんです。しなってますよね。しなります。そんなの持って大丈夫？大丈夫。トレーニングしてますので。感動感動感動。今回はせっかくの地元開催なので、出場できるようにまずは地元の大会で優勝できるよう頑張っていきたいと思っております。今後もですね、この競技を続けていきまして、40歳50歳になってもさらに努力していって全国でも優勝できるように頑張っていきたいなと思っております。大会で、人に勝つというのも、大切なんですけども、やっぱり一番は前回の大会に出た時よりも自分を超えるという、前の自分を超えるためのトレーニングをしっかり考えながらやっていこうと思っています。日本の文化誇らしいですね。壬生町の国体競技といえば銃剣道をご紹介します。では今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。
改めて、はい、銃剣道の競技の説明をお願いします。はい、わかりました。銃剣道は我が国の伝統的な武術です。木銃を用いてですね、左、胸部、喉をついて、技を競い合うものでございます。喉をつくんですか？喉もつきます。銃剣道は荒々しいイメージがありますが、はい、順序正しく稽古をすれば防具をつけてやっておりますので、安全性の高い競技であります。木でできた銃と166センチ、重さが 1.1 キロで、材質はカシの木ですね。カシの木、はい、カシの木が主に使われております。うん、喉はこの部分の喉ですね、両方、はい、これが、まあ、基本は先ほど月でっておっしゃってましたけど、はい、月でここ飛んでくるってことですよね。そういうことですね。でそこで練習するのが、ここで止める形になりますね。ぐわーっとついちゃうと相手もひっくり返ってしまうし、本当に自分も体が乱れてしまうので、ピタッピタッと止めるような形、突き止めみたいな形で、はい、喉はつきます。はい、本当に危険なスポーツにならないように、やってるものも、はい、攻撃する方もされる方もきちんとその辺は分かってわきまえて、そういうことですね。攻撃をし合うという、防具は先ほど言ったように面、胴、肩、剣道みたいにこれが両手ありません、ね、片手だけ。シノと言いますが、これを右手にこう刺して、はい、木銃を持つからですね。いやちょっと早速どんな風なものなのかやってみたいです。はい、力がすごい。喉とか入ってましたよ。すごいね。いいですか？ちょっとじゃあ実際に私もあんな風にはいかないですよ。なんかトントン、はい、ごめんなさい、痛くない？まあ、それで、それで、はい、まあ、いいですよ。場所は合ってますか？はい、はい、全然平気。痛くないですか？痛くないですよ。えい、そう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 、の伸びきっちゃって、えい、そうそう、そこまで、はい、ちょっと一回平島についてもらえます？ついてもらいます。持ってるのここでいいですか？痛くない？普段の試合は今の何倍ぐらいですか？もっと、ちょっと試しに、もうちょっと強い、はい、ようやく打撃が感じられました。優しい。優しいですね。蹴ったら近くまで、そう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 、うん、あれ筋がいいですね。感動です。なんか日本の文化誇らしいですね。感動しました。一本を決めた時の爽快感ですね。他には変えられない気持ちよさがあると思います。壬生町の皆様に元気を届けれるように頑張りたいと思います。今回第77回国民大会がこの銃剣の競技の部、これは壬生町で開催されるということで、壬生町の皆さんと、また我々選手一同、あとまあサポートしてくださる、方々としっかり力を合わせて、また競技の上位入賞、総合優勝にまた貢献できればと思ってます。で全力で頑張っていきます。
はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは競技の説明をお願いします。はい、一応ジュニア の競技はシングルスのみになってまして、7ゲームマッチの4ゲーム選手なんですね。で4年生以下の方はサーブが2本、5、6年生はサーブが1本しかありません。これルールとしてはテニスと一緒になるんですか？はい、そうですね、ほとんど一緒ですけど、ダブルスだけは交互に必ず順番で打たなくてはいけないんですね。どちらかというと卓球みたいな、うん、そうですね、卓球のダブルスも交互ですね。交互ですね。だから4打目しかボレーが出れないとか、いろいろ細かいことがありますけど、まあ、とにかくラリーを続けましょうという競技ですね。このボール、あ、柔らかいかも。そうです。これはもうバウンドテニス規定のボールで、ラケットも規定で、こちらは50センチなんですね。はあ、50センチで、ネットの高さと同じサイズなんです。50センチの高さが、なんかもう、え、早速体験できちゃいそうな雰囲気。もう誰でもできますから。はい、簡単にできます。あ、じゃあちょっとどこか入らせていただいて。そうですね、入った。あ、このままこういう感じ。あ、こっち？そう。で、膝をもうちょっと曲げると柔らかく、こう後ろから前にこう。はあ、はい、あ、意外な動き。1、2、3。難しい。鬼コーチ。おい、ちょっと、まだ出る？まだ。でも、なんか近くでやれてるから、なんか楽しい。表情も見れて、皆さんの表情とか息遣い見れるから楽しい。ちょっとなかなか当たらなかったけど、あ、面白い。楽しいね。で、向こうからこっち。はい。次は今度。はい。1ゲーム1本勝負。頑張ります。相手は5、6年生。教わってない。後ろ。え、強くない球。え、何年生だっけ？5年生です。5年生？5年生だって球強くない？1対0でアンちゃんの勝ちです。はい、ありがとうございました。負けた。やばいぞ。勝てないかもしれない。続いて中学1年生、よし、行くぞ。入れ。入った。あ、難しい。あ、私は横着をした。横着をしたから今入らなかった。1対0で小鉄くんの勝ちです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。普通のテニスよりも6分の1 の, あのコートなので、どこにでも持って行って、あの気軽にできるっていうスポーツなのでいいと思います。あの、お年寄りから子どもさん、もうみんな3世代くらいでやってるご家族もあって、あのご家族で楽しめるっていうのも一つの魅力だと思います。あの、まだ皆さんご存じない方が多いので、なるべく皆さんに知ってもらう機会を増やして、あのジュニアもたくさんの方たちにやっていただいて、これから10年とか15年先に選手としていろんなものに出れるように、あの育成していきたいっていうのと、これからもっとみんなに知ってもらって、こう気軽にやれるようにやってもらいたいなっていう気持ちはありますね。塩谷町からカヌーをご紹介します。気持ちいい。みんなもおいでよ。では早速、競技の説明をお願いいたします。
願いします。ここ塩谷町でやるのは川の流れを使ってやる競技です。でその競技は2つあって、カヌースラローム競技とワイルドウォーター競技があります。で私がやっているのはカヌースラローム競技です。ここにある船のやつです。もうこれは早速私も乗れちゃったりするもんですか？佐藤さんに体験していただくのはこの競技用のではなくて川下り用のタッキーというあの安定性のあるボードでまず川の流れを体験してもらえればなと思います。非常に安心いたしました。じゃあそれじゃあ早速よろしくお願いします。お願いします。もう早速ここから私乗るみたいです。行ってきます。あ、ちゃんと冷たいじゃないですか。行ってきます。すごい気持ちいい。透けて見える。意外にこの辺深いんですね。うわ見て、しかもこの景色、塩屋の絶景が広がってるじゃないの。コースこれ人が作ったんですもんね。もともとの流れにあの競技やるために岩を少し置いたっていうイメージですね。もともとの塩屋のこの恵みが作ってるわけですね。そうです。すごいな。あの黒いとこ、このザブザブしてるところはパドル上げといてください。うわー、なんてことでしょうか。乗れた乗れた。ナイスサーフィン。楽しい。やっぱり流れに乗れた時のこう水と一体化できた時の気持ちよさだとか、いろんなところに行けて、いろんな人に会えて、そしてこう人生をかけてなんか戦える最高の遊びです。栃木の人と協力して、まあ、トレーニングを教えてもらったりとか、こう栄養のサポートとかしてもらったり、体作りから、そしてこの栃木県にいいコースがあるんで、そこでテクニックの強化をしております。国体はもちろん優勝を目指して頑張っていきます。でもただ優勝するんじゃなくて、もうぶっちぎりで優勝できるように、栃木国体の後もオリンピック、パリオリンピックなどがありますので、そこへ向けてオリンピック出場を目指して頑張っています。グランドゴルフをご紹介します。じゃあ
競技の説明よろしくお願いします、はい、はい、じゃあグランドゴルフはですね、クラブ、ボール、スタートマットなどを利用して、このスタートマットからボールを打って向こうのホールポスト、あそこに入るまでの打数を競う競技です。これが50メートルあるんです。50メートル。あそこまで。はい。じゃあ最初の一打は大切。うわ、ん、打ち終わったらもう普通に打ってみますか。おお、飛んできましたね。気持ちいい。じゃあちょっと私も体験してみたいと思いますよ。じゃあちょっと乗せさせていただいて。ここの。じゃあ行きますよ。あれ。当たんない。もう一回。当たんない。あれ。もう一回。もう一回。はい。はい。飛びました。飛んだけど。じゃあちょっともう一回いきますよ。よく狙って。せーの。はい、ナイス。おお、逃げた、逃げた。おお、今度飛んでた。結構難しいかな。せーの。あ、全然違うといた。え、難しい。これのほら力加減が難しいんですよね。慣れないとね。どれぐらいの力で打てばちょうどそこに届くか。あー、強い。あ、これでも強いね。はい、4打目、今度5打目。ちょっと、はい、打ちすぎ。ちょっと来ますよ。今度弱い。あ、ちょっと、この打ち加減を毎日毎日こう出て練習してるんですよ。どれぐらいの力でほら打てば入るかっていうの。あ、惜しい。じゃあお先に、はい、こう近くに寄ったらお先にということで打っちゃうんです。えい、はい、はい、上がれ。何打打ちましたかね。おお、うまいな。はい、じゃあ私ですね、はい、結構皆さんスカ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 いきますね。じゃあ行きます、はい、いっぱい力いっぱい。あ、いいですね。あ、やった。あ、結構いいの打った。結構いいの打ったんじゃないですか。で、あのホールインワンすると、うん、あのマイナス3引けんですよ。ホールがもういいところなんですよね。ホールインワン1回で入れるとマイナス3ということでスコア引けるの計算できるんで、うんうん、だからホールインワン2回から3回やったりやんないと上位に入んないな、優勝するのには。でも入るんですね。入るんですよ。中にはもうちょっと入っちゃうかもよ。奇跡起これ。えい。あ、入った入った入った。あ、真ん中当たったんで。真ん中当たった。よかったね。ほら、入っちゃった。嬉しいし、楽しい。朝からこれやるのは気持ちいいですね。本当にこのクラブとボールがあれば、はい、どこでも場所そんなに取らなくてもできますので、どこでも誰でもできるスポーツですね。いや、いろんな方にもっとやってもらいたいですね。本当ですね。いや、計り知れない。いや、ありがとうございました。グランドゴルフは、まあ、子どもから大人まで誰でもできる、本当に楽しいスポーツです。47都道府県から来ますの で全国から集まってくるもんですから、かなりまあ大規模な大会となりますね。非常に期待して、まあ、頑張らなくちゃいけないなと思っております。今回は那須町からロードバイクを高久さんと一緒にご紹介します。それではよろしくお願いします。レッツゴー。よいしょ。
や、これあれ、これ男子は何周なんでしたっけ。7周ぐらい走ります。7周ですね。はい、女子が3周。この坂を登り切らないといけないんだ。もう少しです。あ、もうちょっと。えこの坂結構ね、なだらかに見えますけど急でしたね。もう少しで市街地に入ります。あ、そうか、コースの中は市街地も入ってるんですね。なのでこうね、当日はね、こう沿道にお客さんがいっぱい行ってくれたらいいなという。そうですよね、ちょうどなんか歩道もありますし。そうですね、だからここは本当に観戦スポットになると思います。もうすぐですかね、ゴール。まもなくゴールです。あ、あの旗あるとこですか。あの横断歩道の切れ目ですね、ちょうど旗ですね。あ、じゃあもうここで、はい、ここでゴールです。ゴール。じゃあ左行きましょう。いや、このコース面白いですね。 ありがとうございます。山あり、最高のロケーション。そうですね、市街地ありで、はい、いやもう楽しいコース走らせていただいて本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ところで、はい、自転車乗るとご褒美があるって私聞いてきたんですけど。そうですね、ご褒美、すごい美味しいものを用意してます。マスブランドになっている商品をいくつか用意してますので、ぜひ食べてください。やった、じゃあちょっと美味しい美味しいもぐもぐタイム行ってみましょう。ということでご用意いただきました。すごいいっぱいありますね。いい、あの那須の特産品ということで ご用意させていただきました。これは一個一個行きたいところなんですが、ちょっとまずはですね、私今走ってきて、はい、喉カラカラなんですよ。もう絶対これ飲みたい。あ、どうぞ。あの那須ブランドのプレーンの飲むヨーグルトです。あ、飲むヨーグルトですって。じゃあこちら私いただきますよ。うん、味濃い。あ、美味しい。とっても美味しいと思います。あ、染み渡る。なんかしない、指先まで染み渡りますね。濃厚、ね、あの走ってきた後だし、かなり体に染みてるんじゃないですか、ね。うん、またこのちょっと酸味が疲れてきた心と体を癒してくれる感じ、甘みもちょうどいい。美味しいですね。いや、それにしてもナスは本当に魅力が盛りだくさん。いや、もう食べ物から何からも何でもありますんで、やっぱそのね、自然を感じるっていうところはすごくいいんじゃないかなと思いますし、またあのね、観客の人なんかも、まあ、至る所で、まあ、見ることもできますし、それが、まあ、一番いいものなのかなと思いますけど、本当たくさんの方に来ていただきたいですね。いや、ぜひ来てほしいですね。中川町は公開競技とデモンストレーション競技が開催されますが、今回は公開競技のゲートボールをご紹介します。では早速競技の説明の方よろしくお願いします。はい、わかりました。ではまずは道具ですね。道具からいきましょう。まずスティックですね。スティック、じゃあこのスティックを持って、うん、まずスティックを持って、あとは道具としてはボールと、はい、ボール、こちらですね、1から10まであるボール、はい、
いいですか。あ、1番、あ、2番、あ、色が違う数字で3番。今ここにある1番と2番ゲート、そして3番ゲートと1,2,3と通過していって、真ん中の上がりポールですね。これですね。それですね。ここにまで当てる。結構移動距離がありますね。順番に通していかなきゃいけない。なるほど。えい。OK です。嘘。やった。やった。やった。センサーある。やった。センサーある。嬉しい。打撃のこの感じが、衝撃が、うん、すごい。すごい。金属が曲がっちゃうぐらいだから。しっかりと手にブーンとくるんですけど、それが。なんか何でしょうね、野球でホームラン打ったような芯に当たった時みたいな気持ちよさがスカッとする感じ。そうですそうです。もう実際これは試合をしてみたいんですけど、体験、はい、もうやりたいですよね。やってみましょう。ドライバー1番、はい、あ、ドキドキする。早速1番スタートしました。おお、すごい。なるほど、私をあそこまで連れてってくれるんだ。1、2って通ったから今度3。ありがたい。前まで持っていけば通りやすい。えい。あ、止まれ、止まって、待って、行かないで、行かないでっていう、みんなそれやる。みんなやる。ひどい、なんだろうこの行為が。非常に難しくて、頭脳派なゲームでした。面白い。すごい。ありがとうございました。いや、面白かったです。面白いです。ちなみに私、うん、どうでしたか。筋はいいと思いますよ。ほとんど皆さんに連れてきてもらってのゴールでした。筋はいいと思います。こんなに頭を使うとは思わなかったし、あとチームプレーでなんか誰かを連れてってあげる、連れてきてもらうとかっていうのをやりながら駆け引きと。ミスしたら怒っちゃいけない、それをみんなでカバーしてあげると。それがゲートボール。そういうことなんですね。いや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひゲートボールやってください。みんなで広めていきましょう。幼稚園の子から90歳のお年寄りまで同じルールで勝負ができる。負けてても大逆転ということも結構あるんですよ。これをやった時にはもう快感がたまんない。大半の人がゲートボールっていうとお年寄り、おじいちゃんおばあちゃんがやるスポーツだっていう認識しか持ってなくて、なかなかね、30代40代20代でやる人がいないんですよ。なもんで、今年はこの中川町でゲートボールの競技が国体で公開競技としてありますので、まあいいチャンスだなということで、PR に力を入れて、なんとかそのね、おじいちゃんおばあちゃんのスポーツだという誤解を解いていきたいなと思いますね。ヒーローになれるスポーツ。